マッツ・ミケルセンは、デンマーク・コペンハーゲン出身の俳優。デンマーク出身の実力派として、北欧の司法の異名を取る。もともとは、体操選手、ダンサーだった。映画、プッシャー3部作の最初の2作のトニー、テレビシリーズ、リジス・ホールドットのアラン・フィッシャー・ケージ、オープンハーツのニールス、グリーン・ブッチャーズのスベンド、アダムのリンゴのイワン、 アフター・ザ・ウェディングのヤコブ・ピーターセンなどの役で、デンマークで俳優としての名声を得た。ミケルセンは、21作目のジェームズ・ボンド映画、007、カジノロ・ロワイヤルで主的のルシュフルを演じ、世界的な評価を得ている。他にも、ココ・シャネルイゴール・ストラビンスキーの、イゴール・ストラビンスキー、ロイヤル・アフェアのヨハン・フリードリッヒ・シュトル・エンゼー、デンマーク映画、偽りなきもののルーカス役で、 カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞した。テレビシリーズ、ハンニバルのハンニバルレクター役、マーベル、ドクター・ストレンジのカエシリウス役、ルーカス・フィルム、ローグ・ワン、スター・ウォーズ・ストーリーのゲーレン・アーソ役、小島秀夫監督のビデオゲーム、デス・ストランディングのクリフォード・アンガー役など。ミケルセンは1965年11月22日、コッペンハーゲンのオースターブロで、 看護師のベンテ・クリスティセンと銀行員で、労働組合の職員でもあるヘニング・ミケルセンの次男として生まれた。俳優でもある兄のラース・ミケルセンと一緒にナールブロで育った。若い頃は陸上競技を志して体操選手としてトレーニングを受けていたが、ヨーテボリのバレエアカデミーでダンスを学び、スウェーデンのも堪能になった。ダンスのキャリアの中でミケルセンは、 振付へのハンネやコブセンと出会い、2000年に結婚した。1996年にオーフス演劇学校で演劇を学び、俳優としてのキャリアをスタートさせるまでの約10年間、プロのダンサーとして活躍した。ミケルセンは1996年、ニコラス・ウィンディング・レフン監督の国際的に成功した映画、プシャー・でマ役の売人役として映画デビューした。その後、 デンマークの人気映画では、社会から阻害されたものを演じ、しばしばコミカルな役を演じた。1999年、ミケルセンは、レフン監督のブリーダーで、回避性人格障害に苦しむ内気な映画専門家のレニー役で、キム・ボドニアと対峙した。2000年には、アンダース・トーマス・ジェンセン監督のコペンハーゲンのギャング映画、滅する光で、ソピルマーク、 ウルリック・トムセン、ニコライ・リー・カースと共演し、ギャング役を演じた。翌年には、ゲイコメディ映画、シェイク・ユア・ハートで主演を務め、人気を博した。2002年、ミケルセンは、オープン・ハーツで患者のガール・フレンドと恋に落ちる若い、医師を演じ、2003年には、ロバート賞とボディル賞に、ノミネートされた。ミケルセンは2003年のリュー・アン・ノルディック映画祭でも、 主演団優勝を受賞している。2003年には短編映画、ニューデス祭祀を捨てた男を演じている。2003年にはパブロベルヘル監督のスペイン映画、トレモリノス73に主演した。この映画は人間の生殖に関する視聴各百科事典であると偽ってポルノ映画をスカンジンナビア諸国に輸出する百科事典のセールスマンを描いたものである。スペインでは 批評的な成功を収めたが、スカンジナビア諸国ではあまり評判が良くなかった。2004年、ミケルセンは、プッシャーの続編、プッシャー2で麻薬の売人と2役を再演。彼の演技は絶賛され、ボディル賞主演団優勝、ズールー賞主演団優勝、ロバートフェスティバル賞主演団優勝を受賞した。2005年には、ミケルセンが、アダムのリンゴで、アップルパイを焼くため、 ウルリック・トムセン演じる、罰則として、社会奉仕活動の経営を受けた、ネオナチに挑む、異端の田舎の牧師ワンを演じている。ミケルセンがブレイクし、最も長く出演したのは、ニールス・アーデン・オプリフ監督のデンマークのテレビシリーズ、リジス・ホールドットの繊細な警察官役で、ティビフェスティバル DK の2002年最優秀男優賞を受賞した。このシリーズの32エピソードは4年間にわたって、 放送された。国際的には、ジェリー・ブラッカイマー監督の映画、キング・アーサーのトリスタン役で広く知られるようになった。第66回ベネチア映画祭にて2006年、ミケルセンは、オーレ・クリスチャン・マセン監督の受賞作、プラハで、スティーン・ステンゲード、ヤナ・プロドコバート共演。クリストファー役で、ズールー賞主演団優勝、ボディル賞とロバートフェスティバル主演団優勝に、 ノミネートされた。バラエティ誌のエディ・コックレルは、結出した演技の中にある彼の厳格な表情を評価した。同年、ミケルセンは、21作目のジェームズ・ボンド映画、カジノ・ロワイヤルのルシッフル役で、初めて国際的に高く評価され、成功を収めた。この時ミケルセンはあっさりと役を獲得し、主演のダニエル・クレイグに冗談で、 キャスティングされるために誰かと寝たのかと聞かれるほどだった。2006年、ミケルセンはデンマークのアフターウェディングでも主演を務め、アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。その演技でパームスプリングス国際映画祭主演団優勝とヨーロッパ映画賞主演団優勝にノミネートされた。ニューヨークタイムズ紙はハリウッドでは魅力的な顔立ちをした信頼できる。 キャラクター俳優になったと評する一方で、国内では、スター、コーリであり、復活しつつある、デンマーク映画を代表する俳優であると述べている。2008年、ミケルセンは、オーレ・クリスチャン・マドセン監督の、誰が、ダメで、デンマークのレジスタンス戦闘員、ヨルゲン・ハーゲン・シュミスを演じ、トゥーレリント・ハートとスティーン・エスティーン・ゲーゼと共演している。シトローネンという愛称で呼ばれる、 ミケルセンのキャラクターは、彼が働くシトロエン工場にちなんで名付けられた。ワシントンポスト市のマイケル・オサリバンは、ミケルセンとリントハートのキャラクターを、ブッチキャシリとサンダンスキットになぞらえ、銃を持ったハンサムな悪党の物語だと述べている。2008年には、ミケルセンは、ビデオゲーム007慰めの報酬のキャラクター、ル・シッフルの声も担当しており、オーストリアのブレゲンツで、 スイスの時計メーカースウォッチの007悪役コレクションの発表会に招待された際にはルシフフルを代表して声を担当した。翌年ヨーロッパで最も感能的な男性俳優の一人としての評判を得たミケルセンは作曲家とファッションデザイナーのロマンスを題材にしたヤンクーネン監督のシャネルストラビンスキーで アンナ・ムグラリスと共演し情熱的なストラビンスキーを演じ絶賛された。エンパイア氏はこの作品を1920年代のフランスにおけるシャネルとストラビンスキーの不倫関係に焦点を当てた視覚的に素晴らしい映画と評している。オブザーバー氏のフィリップ・フレンチはこの作品を美しく知的な浅い映画であり、 一見して、深い湖のように見える一枚の板ガラスと表し、モダニズムの仲間であり、同じようにクールなエゴイストである、ムグラリスのココシャネルにとって、ミケルセンのストラビンスキーはマッチしていると指摘している。ミケルセンは、その後、バルハラライジングで十字軍の北欧戦士を演じ、タイタンの戦いでは、王の護衛隊のリーダーであるドラコを演じ、再びレフンとの共演を果たすなど、 バイオレンスアクションのジャンルへ戻った。サンディエゴコミコンインターナショナルで、ドクター・ストレンジについて話す2011年には、サン・ジューシー、王妃の首飾りとダヴィンチの飛行船で、ロシュフォール伯爵を演じ、工業的に成功を収めたが、非評価からの評価は低かった。2012年には、偽りなき者に主演し、カンヌ国際映画祭で、主演団優勝を受賞した。 児童虐待の濡れ衣を着せられた学校の教師を演じ、ヨーロッパ映画賞の主演男優賞とロンドン、映画批評家連盟賞の年間、最優秀男優賞にノミネートされた。同年、アカデミー賞にノミネートされた歴史ドラマ、ロイヤル・アフェア・アイと欲望の王宮では、18世紀のイシオ・ハンフリードリッヒ・ストルウエンセが精神を病んだ、デンマークの君主クリスチャン7世の治療中に、 キャロライン・マチルダ王妃と不倫関係にあったという役柄で主演を務めた。この映画はその豪華な衣装も相まってデンマーク映画の中でも最も高額な予算で制作された映画の一つであり、批評家からも好評を博した。ミケルセンは自身の役柄についてこれを読んで特に時代劇としてはこんなにも感情的になってしまったことに驚いた。彼は 国王と王妃の両方を深く愛しているが、政治的な立場に止まり、だんだんと視野が狭くなっていき、突然、他の帝臣たちが嫌っていたことと全く同じことをするようになり、それが面白く、とても人間的だと思いましたと述べている。2012年、デンマークアメリカ協会のパーソン・オブ・ザ・イヤーも受賞。ミケルセンは NBC のテレビシリーズ、ハンニバルで特別捜査官、 ウィル・グラハム役のヒュー・ダンシーと並びハンニバル・レクターを演じた。このシリーズは特に深い成功を収め、レクター役のミケルセンの演技は賞賛を浴びた。ミケルセンは当初、アンソニー・ホップキンスのレクター役は完璧に演じられていると信じていたため、この役を引き受けることに懐疑的だった。しかしミケルセンは自分のキャラクターについて彼は 古典的なサイコパスや古典的な連続殺人鬼ではない。私は彼は打天使であるサタンに限りなく近いと思っています。彼は死の中に美しさを見ている。そして毎日が新しい一日であり、チャンスに満ちていると語った。2013年にはサンダンス映画祭でプレミア上映されたシャイア・ラブーフ、エヴァンデチェルウッドと並んで、 バレット・オブ・ラブに出演し、翌年2013年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映されたマイケル・コールハースではタイトルキャラクターを演じた。2014年にはデンマークの西部劇悪党に粛清をで主演を務めた。ミッケルセンはリアーナのビッチベター・ハブ・マイ・マネーのミュージックビデオに同局の主人公である彼女から盗みを働くビッチの会計師役で出演した。 2016年、ミケルセンは2016年カンヌ国際映画祭のメインコンペティション審査員を務めた。2016年10月には、マーベル映画、ドクター・ストレンジに、カイシリウス役で、ベネディクト・カンバーバッチ、ティルダス・ウィントンと並んで出演した。彼のキャラクターは、十分に活用されておらず、マーベルにとってはよくある、一般的な悪党だと批判されたが、有名批評家からは、 難しい役柄をうまく引き出していると参照されている。2016年12月、ミケルセンは、スターウォーズのスピンオフ映画、ローグワン、スターウォーズストーリーで、ゲーレーン、ウォルト・ン・アースを演じた。2018年には、ブラジルの映画監督、ジョー・ペナが監督した、サバイバルスリラー、アークティックで主演を務めた。2021年公開予定のダグライマン監督の、 映画、カオス・ウォーキングのキャストに加わった。ミケルセンは、小島秀夫監督のビデオゲーム、デス・ストランディングでメインキャラクターとして重要な役割を演じた。2018年には、ミレム・ダ・フォー・のジュリアン・シュナーベル監督の映画、永遠のモンゴッホの見た未来では秋役を務めた。2019年には、ビクトル・サントスのグラフィックノベル、 ポーラーを原作としたジョナス・オーケルルンド監督のアクション映画ポーラー狙われた暗殺者で主演を務めた。ロッテントマトズでは47人の批評家からのレビューに基づいて19%の支持率を得ている。ミケルセンはまた大手ビール会社カールスバーグの2019年の新しいイギリスの広告に出演し、ブランドのメインビールがデンマークのピルスナーに生まれ変わったことを発表している。 2020年11月、ミケルセンは映画ファンタスティック・ビーストシリーズ3作目のゲラーとグリンデルバルド役に決定した。2000年、ミケルセンは1987年から交際していた振付師のハンネ・ヤコブセンと結婚した。二人には娘のビオラと息子のカールがいる。ミケルセンはハンニバルの撮影中にトロントに住んでいた時を除き、ほとんどコペンハーゲンに住んでいた。 現在はデンマークを拠点にしているが、ミケルセン一家の家があるスペインのマヨルカ島でも多くの時間を過ごしている。ミケルセンは無宗教である。2010年4月15日、ミケルセンはダンネブロ勲章のリーダーに任命された。2016年4月、フランス政府はミケルセンを芸術文化勲章のシュバリエに任命した。ありがとうございます。